はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。本日アップデート終わりました。で、アップデートの内容ですけど、ミスター空手のストライカーの実装と、あと何やったかな、それが一番のメインのアップデートで、あとはね、作ろう我が道場、マスター道場の、作るやつですね、あれの2回目が、近々来るっていうことになってますね。主にそれぐらいかな。で、今日からマスター道場の、韓国道場っていうね、やつができてます。これ、つくろ我が道場で、選ばれたやつなんですかね。ちょっとその辺はよくわからないんですが、ちゃんこはんだらけになってますね。見た目がおもろいですよね。で、ここのショップに、この、鉄球のアイコンフレームってあるんですけどね、これね、僕結構気に入ってて、なんでかっていうと、僕 YouTube のアイコン自体がね、天狗の面の、アイコンなんですけども、やっぱりこのゲームでもね、その空手のアイコンにしてるんですが、やっぱね、チャンコーハンのアイコンにもね、したいんですよね。でもどっちかというと、やっぱ天狗の方がね、イメージというか、そのアイコン的には天狗の方がいいかなと思ってるんですよ。ただ、そんな中、このね、フレームが鉄球にできるっていうことなんで、だからこれ空手の、アイコン顔を使っときながら、フレームは鉄球にできるってね、二度おいしいみたいなそんな感じなんで、僕の中ではこの鉄球のね、フレームか結構ね気に入ってます。はい、てことで今回はですね、初代のね、初代ミスター空手のストライカーの解説をねしていこうと思ってます。じゃあ早速見ていきましょうか。格闘家、ここからね検索しましょう。空手と、僕はやっぱ空手使ってたんでね、今はもう初期化してしまったんですけども、使ってたからね、やっぱ気になることは気になりますね。というかこっから見たらあれやな、ストライカー見られへん何やあの機能こうやって見なあかんっすね。空手ね、初期化しちゃったんですけど、ストライカーとしてまたこうね新しく出てきましたが、どうなってるのか。空手どこにいんねん。紫2位ぐらいやったね、いましたね。空手は2ターン目から、ターン開始時に味方の中に、極限流の格闘家がいる場合、ストライカーが発動、もしくは、味方2人が必殺技をね発動した場合も発動するということですね。じゃあ能力の方見ていきましょう。ストライカー白にすると、解放したらってことですね。解放すると、敵単体攻撃、自身の攻撃力、ダメージ増加率を 20% 増加、敵全体のクリティカル率を 15% 減少、ストライカー登場位置を指定すると3ターン目から登場可能、パッシブを習得後は登場時に必殺技耐性とスキル耐性を 15% 増加します。なるほど、クリティカル率ダウンのデバフをね入れるっていうのがメインになってくるのかな。空手自体やっぱ必殺技でもですね、このクリティカル率を下げるっていう効果があるので、敵全体なのでこれはなかなかね強い効果かと思います。ただ白の 15% 程度やったらあんまり変わらんかなとも思いますけど、今後上げていけば、どうなるのかというところですね。では次緑にしたら、追加で自身の攻撃力を 25% 増加、パッシブを習得後は登場時に、ダメ増ダメ減を25% 増加で、1番枠のストライカースキルを解放、ステータスが上がるっていうことですね。攻撃力とダメージ増加率も 25% 上げるので、やっぱ火力を結構特化していったら結構ダメージは取れるかもしれないですね。やっぱ単体攻撃なんで、この空手ってもうかなり古いキャラではあるんですが、やっぱそこは攻撃力の上げ方によってはストライカーとしても結構ダメージを、取っていけるかもしれないですね。で次青にすると、攻撃対象がいる、横1列の後列に敵がいた場合、その敵に 60% の追加ダメージを与える、で攻撃力が最も高い敵と攻撃型の、敵へのクリティカル減少率が 30% になる、で2番枠のストライカースキルを解放して、回数も1回増えます。で青にすることによって後列への追加ダメージがね入ってますね。もともと空手といえばね、リュウコランブ打ったら後列で、ダメージを与えるんですけど、 60% なんで割とねこのダメージが入るんですよね。でここも火力をぶち上げていったらね、バカにできない数字ではありますね。であと攻撃力が最も高い敵と攻撃型へのクリティカル率を 30% までねダウン
足すことができるんで、この辺からね、だいたい結構効いてくるんじゃないかなってね、思います。ただね、これデバフ無効に貫通とかが結局ないので、だから攻撃力が最も高い敵、例えば今やったらね、デュオロンを、攻撃力高くしてる人とかいると思うんですよ。まあ、デュオロン使いの人はね、だいたいクーラー対策でそういう感じにね、してるとは思うんですが、結局デュオロンとかって必殺打ったらデバフ無効とかになるので、まあ、この空手でね、クリティカル率をこう下げていきたいところなんですけど、まあ、それも食らわなかったらね、何の意味もないので、まあ、クリ率ダウンっていうデバフ自体はね、まあ、どうかなっていう気もね、せんでもないかな。あとは K ダッシュとかもね、やっぱクリティカル率ものすごい高いんで、まあ 30% 下げてもおそらくクリティカル出してくるんじゃないかなってね、そんな気もしてますね。まあ、この 30% ダウンっていうのがね、まあ、今のこのインフレしまくった環境で考えたら、まあ、そんなに強くはね感じないかな。紫にすると残り HP のパーセンテージが最も低い味方の HP を 22% 回復で、3番枠のストライカースキルを解放ということ。ここでね、回復能力が発動します。で、 22% っていうのは結構でかいので、割とこれはね重宝するんじゃないかとは思うんですが、ただ紫にしてこの能力しかつかないっていうのもちょっとね寂しい気もしますね。もう少しこう他に何かあってもね良かったんじゃないかと思うけど、まあどうなんかな、 22% ってのは結構でかくはあるんですが、まあ、基本的にこの空手、初代空手ですね、ストライカー考えてる人って、まあ、極限流に寄せてたりすると思うんで、まあ、そういうチームってこの回復できるキャラがいなかったりねするかもしれないんで、そこを考えたらまあ悪くはない能力ですね。で、次黄色にすると 40% の確率で攻撃対象にめまい効果を付与、一旦ですね、で味方にいる極限流格闘家数に応じて1人につき付与する確率が 15% 増加、最大で 85% まで上がります。6人目で ~10% で、敵全体への、クリティカル率減少率を 20% まで増加で、攻撃力が最も高い敵と攻撃型への、減少効果は2倍の 40% ですね。でストライカー登場位置を指定すると1ターン目から登場となります。黄色にすることによって高確率でめまいをね入れていけます。で、極限流が多ければ多いほど最大で 85% までめまい率が上がるので、まあ、チュピラーさんみたいにこう全部極限流で、チームをね揃えてる人とかなんかはもうこの 85% のめまい率で空手が出てくるっていうことになるんで、まあそうなってくると強いね、ほぼほぼめまい確定みたいな感じやから、打つたびにめまいを入れれるって考えたらやっぱり強力かなと思います。で、敵全体のクリゲンもクリティカル率減少率も 20% まで増加するん で攻撃型と攻撃力が最も高い敵には 40% になるんで、まあ、やっぱこの 40% もね割とこう効いてくる数値ではありますね。たださっきも言ったようにやっぱデバフ無効がね今あるからねこのめまいにしてもクリティカル率ダウンにしても結局デバフ無効やった時に入らないっていうのがねもあるので、まあ、そこをこう考えながらやらなあかんっていうのがねちょっと辛いところではありますね。では、赤にするとですね、これ最後ですね、やっぱ LRST って言ったらこの赤の能力が非常に気になるところ、赤にするとダメージを 30% 増加で、攻撃対象、周囲の敵に 40% の追加ダメージを与える。で、周囲の敵が少ないほど追加ダメージが増加して最大で 60% まで上がります。で、ランダムで味方1人のダメージ減少率を 50% 増加、最大3回攻撃を受けるまで、もしくは2ターンまで持続します。戦場にいる味方の極限流格闘家の必殺技ダメージを 37% 増加、2ターンですね。で、追加で残り HP のパーセンテージが最も低い味方の HP を 10% 回復、ストライカー回数がさらに1回増えて3回になります。いやー、やっぱね大化けしますね。まあ、あのストライカーのこの LR のストライカーですけど、やっぱ赤にすることによってねすごいね強くなるんですよね。極端に強くなるんですよねで、この空手なんか特にその本当に、すごい極端に強くなるっていう感じかな。まあ、ダメージ 30% 増加もでかいし、で攻撃対象周囲の敵に 40% の追加ダメージも与えていくので、これ必殺技でも変わらないんかな、変わるっていう文面書いてないんで、あの流行乱舞のままなんかな。本来の SMAX だとなんかこうねドカーンって上から拳振り下ろす技ですけども、
まあ、そこはちょっとわからないんですが、ただ周囲の敵に追加ダメージを与えるということで、少なかったら最大で 60% までダメージも上がっていきます。でランダムで味方1人のダメージ減少率を 50% 増加、これめちゃめちゃ強いね。やっぱこれはねすごいこう使ってる側としてはありがたいですよね。 50% はでかいね。やっぱこのバフ、まあ僕が思うにはね、さっきも言ってるようにこのデバフとかを入れていくよりもバフを入れる方がね安心っすよね。だってデバフって結局デバフ無効に刺さらないから、まあそう考えたらやっぱバフでどんどんこう味方を固くしていく方が、まあどっちかというとね強くなるんじゃないかと思ってます。でこの空手の場合やったらダメージ減少率 50% 上げて、で最大で3回攻撃を受けるまでは50% 上がったままになってるから、まあなかなか強いね。あと少なくとも2ターンは継続するって書いてますね。で戦場にいる味方の極限流格闘家の必殺技ダメージを 37% 増加。この 37% っていうねよくわからない数字ですけども、ただこれは強いね。強いんですけどやっぱ極限流格闘家限定ですから、まあ、今後出てくるね極限流格闘家のこと考えてっていうところもあるんかな。今現状のやっぱ極限流使ってる人にとってはこれはすごい強い能力ですね。まあ、僕もやっぱ空手使ってるから2代目ですけど、空手使ってるんでね、まあ、仮にこの初代を入れたら 37% 増加って考えたらね恐ろしいほどの強化になります。で今後はLR ユリとかもね多分出てくるんで、まあ、この空手を使ってて今後にとっても多分役に立ってくる能力ではねあるとは思います。でさらに追加で残り HP のパーセンテージが最も低い味方の HP を 10% 回復、もともと紫で 22% 回復するんですけど、さらに追加で 10% 回復なんで、まあこの赤までいけばね相当回復量もね増えてきますね。っていうかこの赤で極端に強くなりすぎっすね。これ追加効果えぐいもんな。めちゃめちゃな追加効果あるので、まあ、この正直初代に関してはですね、まあ赤まではね正直弱いですね。うん、極限流を使ってたら別ですけど、極限流使ってない人のこの初代空手はもう本当に僕は取る必要もないかなってね、思います。このクリ率ダウンぐらいやったらね、まあデバフ向こうにも刺さらないし、まあ、30% 下げたところでどうなんかなっていう気持ちもありますね。ただね赤にしたらやっぱ大化けしますね。この赤にした時にやっぱダメ減 50% もでかいし、で極限流格闘家の必殺技ダメージ 37% 増加もねめちゃめちゃでかいですよね。で回復効果も上がっていくということなんで、まあやっぱこの初代考えてる人はやっぱ赤を目指していきたいっていうねところですね。ただ赤にするにはやっぱり4万5000台ぐらいかかるんやったかな。まあそれぐらいのコストがかかるので、まあその辺を考えながら、まあ考慮していくっていうね感じかな。まあうちの104サーバーにはねチュピラーさんっていうね極限流使いがいるんで、まあこれはぜひねチュピラーさん期待してます。まあ LR の ST に関してはやっぱねダイヤはやっぱりかかるんですが、それなりの見返りっていうのはねあると思うので、僕もエリザベートを取った時すごいダイヤなかったんですけど、まあ、頑張って2万5000ダイヤぐらいだったかな使って、もう本当ダイヤがね3桁とかになったんですが、やっぱ取ってよかったなってね思いますね。めちゃくちゃ活躍してくれてるし、何よりもやっぱ欲しい LR っていう時はモチベーションが上がるっすよね。やっぱそういう意味ではねこの ST っていうのは結構大事なんじゃないかってね僕は思ってます。まあ、考えるのもねありじゃないですかね。で、この後9時半オークション終わりますね。で僕チャン後半一応ランキングは狙うつもりなんで、まあ、気が向いたらね動画も撮ろうと思ってます。まあ、ね、どうしようかな。そうですね、10位ぐらいに入れたらいいかなと思ってるんですけど、まあ多分いけそうなね感じもしてるんで、で最終日やっぱ結構回りましたね。何やかんや言うて一番下3000まで上がってるんで、今日の朝の段階ではそんなになかったんですけど、そうですね、割と上がってきたっていう感じかな。で1位がのもう謎の1万ポイント超えてますから、衣装を取りに行った人がねいるっていうことかな。まあそんな感じで、また、気が向いたら動画も撮ろうと思ってるんで、よかったら、見てください。では、今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。